っていうのを大事にしてきたことやっぱり静かさといったところですけれども、はい、静かさでいうとタイヤの存在感やっぱりそのステアリングの下のコンクリートと言いましたが、路面を掴んでいるこの両方の中はそういう音としてプロじゃないです入ってきます。ただそれもうまくコントロールしてるんじゃないかなっていうね、うるさくないっていう意味ではそういう印象があります。それは助手席に乗っていても感じていて、雑味がないということがクラブの中で静かを感じているようなというところですね。ではこの先直線のラウンドでちょっとトランスで踏んでいただ